男女の休日の過ごし方が知りたいの？いいわよ、教えてあげる。もうまたら。なんといっても素敵な場所の開拓よ。だって同好会のみんなを連れて行ってあげたいじゃない。そりゃみんなの方がこの辺は詳しいんだろうけど、男女だからこそ案内できるすごいところを探してるわ。まだみんなが知らないすごいところに男女が連れて行ったらきっとびっくりするはずよ。それに喜んでくれるわ。だから休日はとっても忙しいのよ。それが終わったらジムね。まあこれは当たり前だから言うまでもないかしら。どう？男女のことをもっと好きになった？当然ね。